ニュースポストセブンです。緊急事態宣言が明けて間もない10月中旬の夜、都内の個室焼肉店に霜降り明星の粗品さんとタレントのあのさんの姿がありました。2人が焼肉店から出てきたのは入店から約4時間後。裏口から時間差で店を出た2人は別々のタクシーに乗り込みました。昨年4月、キングヌーの井口悟さんとの交際が報じられたあのさん。2人は TBS 系の情報番組ラビットの企画に出演。焼肉はその反省会だったのではという声もあります。ニュースポストセブン。